ヤクザ映画で活躍した俳優たち、東映から V シネマで厳選。古くは、いわゆる任侠映画から、V シネマの人気シリーズに至るまで、これまでに数えきれないほどの俳優が、その鬼気迫る演技で、ヤクザ映画の歴史を彩ってきました。ここでは、ヤクザ映画の歴史を語る上で欠かすことのできない20人の俳優と3人の名監督について解説していきます。誰もが知る世界的なスター俳優から知る人ぞ知るバイプレイヤー、今後の活躍が期待される V シネマ界の新星まで、主な経歴と代表的な出演作品を合わせてご紹介しているので、ぜひ、ヤクザ映画選びの参考にしてください。菅原文太。代表作品。仁義なき戦い全5作。新仁義なき戦い全3作。現代ヤクザ全5作。マムシの兄弟全8作。県警対組織暴力。菅原文太は、その強烈な存在感で東映実録路線を牽引したヤクザ界永遠のスター俳優です。仁義なき戦いシリーズをはじめ、山口組外伝、九州侵攻作戦や、県警対組織暴力など数えきれないほどの作品で主演を務め、現在におけるヤクザ映画のイメージを形作りました。ヤクザ映画では、血に飢えた狂犬のような役柄いわゆる役ネタを演じることが多いですが、私生活ではモダンジャズを愛聴し、自宅玄関の土間に入りきれないほどの蔵書を積み上げるなど、知的で勉強熱心な人物であったことが知られています。2015年4月15日、肝不全のため亡くなりました。松方弘樹代表作品仁義なき戦い脱獄、広島地獄州。実録外伝、大阪電撃作戦北陸代理戦争修羅の群れ。東映実録路線作品で、数多くの主演を演じた名俳優です。菅原文太や高倉健が、次第にヤクザ役を演じなくなったのに対し、松方弘樹は、東映実録路線が衰退後すると、V シネマに、活動の場を移して、晩年までヤクザ役を演じ続けました。出世作となった、仁義なき戦いでは、9歳年上の菅原文太に匹敵する貫禄を演出するため、熱湯と冷水を溜めた洗面器に、交互に顔をつけて、顔にシワを作ろうと苦心したことを語っており、役作りに熱心な姿勢が伺えます。2017年1月21日、脳リンパ腫のため亡くなりました。渡瀬恒彦代表作品仁義なき戦い実録、施設銀座警察。新仁義なき戦い、組長の首沖縄ヤクザ戦争激動の1750日東映実録路線をはじめとする数多くのヤクザ映画で脇役を務めた名俳優です。闘志に満ちたギラギラとした面構えは、猛者揃いの役者陣の中でも、ひときわ強く目を引き、特に実録、施設銀座警察で演じたポン中の殺し屋、渡来機構は、ヤクザ映画史上12を争うクレイジーなキャラクターとして、視聴者に大きなインパクトを与えました。90年代に入ると、テレビドラマに活動の場を移すようになりましたが、山市構想をモデルにした激動の1750日では全盛期に勝るとも劣らない迫力の演技で武闘派ヤクザを演じきっています。2017年3月14日、多臓器不全のため亡くなりました。成田美紀夫代表作品仁義なき戦い、代理戦争安藤組外伝、人斬り射程新仁義なき戦い、組長の首。実録外伝、大阪電撃作戦極道の妻たち。数多くの作品で悪役を演じた昭和を代表する名バイプレイヤーです。ヤクザ映画で主役を演じることはありませんでしたが、出演した多くの作品で、脇役ながら主演を食うほどの存在感を見せています。特に経済ヤクザを演じさせたら、成田美紀夫の右に出るものはなく、ヤクザ映画の歴史の中で、最も重要な俳優の一人であることは間違いありません。1990年4月9日、スキルス胃がんのため55歳という若さで亡くなりました。また、最近亡くなった志賀勝さんも、素晴らしい演技で、本物よりヤクザらしかったですね、ピラニア軍団と言われ、川谷拓造さんも、やられ役が得意でした。小林念次さんも、若い頃、東映ヤクザ映画に、
欠かせない存在で、チンピラ役を怖いほど上手かった。今国税局査察官で、優しい感じも、昔、ヤクザ役が生きてますよ。令状持って査察にはいるとき迫力あります。